お伝えしておりましたけれども、お待たせいたしました。ゲストをお迎えしております。チャゲアンダストのお二人です。こんにちは。こんにちは。生登場です。今日はよろしくお願いします。とんでもない。あ、昨日ライブにお邪魔しまして、こちらこそ素敵なステージを見せていただきましたけれども、びっくりしてる人多いと思うんですけど、岡山県から。あ、そうかそうか。本当に本当にお越しいただいておりますよ。お名前をお願いします。では、あ、チャゲです。どうもこんにちは。はい、こんにちは。はい、アスカです。はい、はい、では FM 岡山初登場ということになりますので、はい、今日いろんなお話、25周年のお話も含めて伺っていきたいと思ってるんですが、はい、岡山はもう何度お越しになってるでしょうか。どうでしょう ね、 ね、毎年来てますからね。そうですよね。さっき、ね、言われて気がついたんですけど、そうですよ。そうなんですよ、ね、飛び出しコンサートの最後岡山ですが、一番最初のコンサートツアーのファイナルが岡山だったんです ね、 ね、そうそうそう、うん、25年前、悪いことばっかりやってましたからね21歳のお二人、もう元気いっぱいで。そうですね、なんかもう、いろんな人にお会いするのが、やっぱりほら、まだアマチュア気分なんでね、はい、全て業界の人っていうね、ええ、あの一緒の場所にいて仕事をしてるって感じはしないわけですから、うん、なんかついて回ってますよね。ちょっと舞い上がっちゃってるような気持ちもあったりとか、今のあたりからは想像もできないようなお話ですけれどもね、今日は飛鳥さんは黒のシャツにサングラスをかけて、チャゲさんはもう涼しげな白の T シャツにキャップをかぶってご登場いただいてるんですけれどもね、現在全国ツアー中ということで、昨日は姫路でライブ、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、うん、ライブ翌日の早起きということで大変恐縮なんですけれども、辛くないですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。まあ、もう本当にあの爽やかなお顔でお越しいただいてちょっと安心してるんですけれども、朝は大丈夫なんですか。チャゲさんはお得意なんですか。最近強くなりましたね。だんだんと朝起きるのが年寄りなんだ今言っていいのかどうなのかちょっと待ってくださいね。芝犬かなんか飼ったら朝から散歩行ってますけどね5時半ぐらいから、うん、そうそうそう、お掃除しながらね。朝起きたらどんなことをされるんですか。朝起きたらですか、うんうん、でも何してんだろう。風呂入りますね。まずお風呂、うん、あ、シャワーではなく湯船ですか。もう湯船です。お、夜も入って朝も入るんですか。入りますよ。今日も入って水使い放題です何言ってんですか。ホテルですか。ホテルのホテルの水お風呂にゆっくり。そうそうそう、あのね、ファンの方からね、入浴剤とかいただくんですよ。ああ、そうですか。そういうのをこう入れたりしてね。で、それね、あの同じものだったらいいんですけど、違うものがいっぱいもらって、混ぜちゃうとすごい色になったりするんですよね。あれ匂いもすごいくなるんですけど、まあそれはそれで楽しいんですけど、ね、ちなみに最近のヒットな入浴剤は、あ、いや、なんですか、汗がよく出るってやつ、何でしたっけ、なんかカプサイシンとか入ってるやつですか、ね、なんかね、唐辛子系とか、うん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 、あれいいですね。代謝を良くして。そう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 。そして名前難しいんだよね。覚えづらいね。名前ね。赤いんですよ。赤いアガハガなんかこう唐辛子パワー、ね。あれすごいですよ、汗が。で、そのすべすべお肌なんですね。そう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 。何がすべすべ。どこ見とるんですか、ね。腕です腕。ね、お隣のアスカさんは朝は。弱いですか。弱いですか。弱い、そんなことないんですよ。どこが朝だか分かんないっていうどこから朝で、どこから昼になって、どこから朝どこがよく分かんないですね。起きたところからが朝って感じなんですかね。だから朝いっぱいあったりするんですよ。一日中もカクカクカクって寝たりしますからね。結構どこでもお休みになるそうですね。こまめに寝ますね。移動中とか。20分ぐらいだったらすぐコテって行っちゃう感じ。まとめて寝るっていうのはあんまり寝ないんでね。まあ、そう細かい寝てますね。じゃあお二人朝ね、集合して移動ってなると、チャゲさんはめちゃめちゃテンション高くって朝から、アスカさんはちょっとお休みっていう、うん、そんな感じなんですか。そう、最近変わり、逆転しましたね。昔は僕は全然朝ね、平気だったんだけど、やつの方が朝はもう、曲をかけるのやめとこうみたいなね、そうだったんですけどね。最近は早いですね。そうですよ、もう本当に月あれば新聞配達もできそう。3時起きとかも起きになりそうな。この前だって、ね、大菓子でもいけますよ。電話されたら下水の掃除やってましたからね。町内会の。あんまりびっくりしましたよ。え、それ本当の話ですか。そうですか。あんまりびっくりしました。なんかでも、ね、フットワーク軽く行ってそうですもんね、いろんなところに投げた。思わずちょっと信じちゃいましたけれども、アフターの様子も伺ってみましたが、現在ツアー中ということで、いろいろなものを持って回られてるんじゃないかと思いますけれども、ツアー中これだけは欠かせない必需品っていうのはありますかって、チャゲさんいっぱいあるんですよね、きっと、ね。いや、でも、絶対はパソコンですね、やっぱね。僕パソコンで DVD も今見れますから、はいはい、パソコンないとちょっと困るかな、みたいな。とりあえずパソコン。
とりあえずパソコンで、うん、よく電源忘れるんですよこれがただの重りになってしまって最後かなり重い負担な感じで、そうそう、あでも DVD も移動中ながら、うんうん、ホテルの部屋でも、うん、そうです、いながらという、うん、この前昨日ね、あのうちのバンドのメンバーがそのパソコンの画面をテレビにつないで見てたんで、これいいなとか思って、うん、ね、ダメなのこんなこと、いやいや、そんなことないよ、いや、そうじゃなくて、いいな、公式がね、新しくてびっくりしたってだけで、昔からテレビには映りますからね。あ、そうなの、しゃあった、それに合わせてでかい画面買ったのに。ねえ、そしたら小型でもよかったね。よいったな、お前は。テレビに今、遠い目を見て、遠いところを見ながら、遠い目で言ってらっしゃいますけれども、あすかさんの必需品は、僕もパソコンですね。にがりです、これ、にがり。にがりは、いやいや、これね、お前ね、ほんと、なんとか言っちゃって、実は私も携帯してるんですよ。いや、マジでマジで、はい、あのね、こいつね、あのね、あの信じないわけですよ、そういうこと。いやいや、信じる信じないじゃなくて、かけ方が異常なんですよ。あ、失礼なお前、自由楽ですもん、あらー、失礼な、いや、なんないですよ、なんないですよ、ちゃんと、うん、一色に貼ってきた、あ、一色貼ってきですね、一色貼ってきた、そうですよね、え、持ってましたの、持ってます、大きいのを買ってそれをちっちゃいのに詰め替えてます、ね、経済的ですね、はい、あの健康のために、うん、健康のためってね、やっぱいいですね、あ、うん、何がいいですか、効果てきめんですね、どこにいいって効果的めんよ、そう、うん、あのダイエット効果もあるそうなんですけど、ね、ダイエット効果があるんですよねえダイエットしてるんですか、あすかさん、え、別にしてますよ、ツアー入る前はね、ちょっととんでもなかったですもん今やっとこう、あとの2キロ痩せるといい感じかなっていうぐらいですね、うん、絞るためにっていうことなんですか、絞るために、一番絞るためには運動すれば言うんですけど ね、なかなかね、なかなかでもそれにがりに大丈夫ですね、細かい睡眠が多いので、じゃあちょっと今健康の話も出ましたけれども、いろいろと体調管理も万全になさっているようなお二人なので、曲の後はそんな話も伺ってみましょう。ではここで今日はね、25周年を振り返って、いろんな年代の曲もおかけしていきたいなと思っているので、89年のナンバー、はい、曲紹介をお願いいたします。89年なんだ。はい。ああ、なんかあのね、ちょうど10年目だったんですよ。うん、それでね、これはシングルには向かないだろう、向かないだろうっていろんな方々が言われたんです。僕はそう思ったんですけどね、うん、なんか時間が経ってみると、なんか自分たちをあの紹介するというの代表曲の一つになりましたね。ウォーク、聴いてください。サザンジャズからウォークをお送りしておりますけれども、1989年、デビュー10周年の時にリリースされた曲ということで、この曲の展開がすごいなぁと思って、出だしなんか変わりがあるのかないのかわからないから、ね、そうですよね、多く皆さんに聞いてもらいながら、引き続きチャゲアンダスカの2人にはお付き合いいただきますが、はい、デビュー25周年おめでとうございます、ありがとうございます、ですよね、やっぱり健康あってこそかなと、身がりあってこそかなと、そうだよね、だからね、ここ大事ですよね、チャゲさん肉体改造計画中だそうで、ね、ライブで言ってますもんね、そうですよね、あのね、なんかこう肉体改造っていうと、なんかみんなダイエットっていうのを思い出す、なんかみんな違うんですよ、僕体重は別にそう気にしないんですよ、うん、どっちかというとその筋肉率とか、はい、それからあの何て言うの、体脂肪率とか、脂肪率とか、はい、その辺を意識してるんで、俺の前でよく言いますよね、そうね2キロダイエットっていうのの前であのダイエットはダイエットでいいんですけど、僕は体重はそんなにね、だって筋肉つけたら体重増えるわけですから、当然そうですよね、うん、だからなんかこう、あとだから意識してライブ中、有酸素運動してるんだっていうのを。してますね、かなり。意識しながらやるといいかなと。すごい有酸素運動ですよ、ね。うん、そうなんですよ。やっと気づいたんです、これ。25年かかって。もっと前から気づいたきゃね。意識するとあれ随分違うんですね。違うんですね。そうなんですね。今いっぱい空気を吸って吐き出してるんだっていうのを意識しながらやると。全然吸って。すごい吸ってすごい吐いてますよね、うん、それを考えるとね。そうなんです。順調に、改造計画は進行中。すごいですよ。だから結構ね、本当変わってますね。あ、そうですか。うん、もう今ワイシャツが破れますもん。そういや。ボタンパーン弾けるみたいな。ハルクーみたいな。今日袖からね、覗いてる二の腕が素晴らしい、上腕二頭筋っていうんでしょうか。この隣で歌ってる方がすごいでしょ、筋肉率が。筋肉率？そんなことない。すごい。いや、そんなことない。そんなことない。測ったらもう情けないぐらい。びっくりした自分で。え、筋肉率を測れるものが出るんですけど、全部入ってるんですよ。あれ、まやかしですね。
俺はまやかしに惑わされてんのか、俺は。まやかしなんて現実を受け入れられない方っていう感じでしょうか。ちょっとショックだったですか、ご自身で。びっくりしたもうちょっとあると思ったのに。いや、あの、あるっていうね、あの、力とかああいうのと関係ない筋肉ですよね、やっぱね。ああいうの関係ないみたいですね。自分では信じていると。うん、まあ、あの、でも、あライブやり始めて、それやっぱり意識するようになってね、わずかではありますが、はい、落ちてあの来てるんですよ。あの体脂肪率が落ち、ちゃんと落ちてきてる。ところそこでまたちょっとステージで悪戦ちょっとあって、はい、それちょっと今なかなかそういうのができなくなってしまって、また増えて、はい、これまた戻っ一緒なんでしょうね、終わった時ね。戻って、うん、落ちて戻って落ちて、うん、でもステージ用の、体に今着実になっているという、あと2キロ減ればベストと。そうですね、もうステージ用といえばもう喉がステージ用になってきてますよね。枯れても声が出るっていうね。昨日も本当にとても伸びやかなお声を聞かせていただきましたけれども、食事はあれですか、にがり以外にも。にがりは食事です。にがり以外でこう食事なんだろうね。ね、僕はねダメなんですよ、食べる時間も回数も何にも決まってない状況なんで。朝と一緒なんですね。もう全然ダメ。そう、うん、だから食べるときはね、本当に4食5食食べるときあるでしょうけど、食べないときはもう別に一食、あ、今日朝から何も食ってないやみたいな時もあるしね。あまり頓着ないと、うん、食べ物に関しては、うんうん、そんな、アスカさんの横でチャゲさんは、あの逆にねツアー中の方が規則正しいですよ。だからもうあの6時半が本番ですごい決まってるわけですよ、ねうん、逆にねあのレコーディングとか、はい、リハーサルの時の方がその感触とかが出前も多くなっちゃうし、お弁当も多くなっちゃうし、そっちの気をつけてます。今ツアー中の方がきちっと管理できてますね、うんうん、じゃあツアー中は朝食べて、ちょっと遅い朝を食べて、そう昼過ぎに食食べて、ライブ終わりで食べて、楽屋でねケータリング食べて、さあ終わりね、ライブ終わりで食べるお食事っていうのは美味しいんでしょうね。美味しいですよ。ビールとビールも美味しいですしね、ただ飲みすぎないようにしないとねっていうのはね。にがり入れればいいんだよ。にがり入れればそうそう、ビールにも、あるビールにもいいですよね。ほらやめろな。すごいよ、これからやっぱプレゼント。にがりにがりにがりいりませんよ、そんなに。ちゃんと自分で買いますんで、はい。健康法もね伺ってみましたけれども、では CM を挟んでは25周年のお話を伺ってみましょう、はい、じゃあ CM 明けはチャゲさんのあの名曲をお伝えしようかなと。今日のベリベジはチャゲ&アスカのお二人をスタジオにお迎えしております。生登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お送りしたナンバーはじゃあチャゲさんからご紹介いただきましょう。はい、ファーストアルバムエピローグ、はい、ね、名曲ですよね。知らなかったな。いや、俺的に2人で悩んだ感があるおいくつの時に、これね作ったのアマチュアですから19の時ですから。19でこれですか。こんなの作っちゃったら勘違いしたんですね。なんか勘違い今でも続いてるんですから。でもその勘違いがあってここまで25周年、いい感じに来ました。チャゲ&アスカ79年の8月25日にデビューということで、22歳、若いお二人、デビュー当時の忘れられないことって何かありますか。岡山で人騙すことですね。違う、イベント、違う、岡山で1000万の小切手。違う、岡山行ってる。いや、1000万の小切手はね、あのいただいたわけですよ。はい、偽物を、偽物で、これ近道ないから、はい、あの当時のイベントの方にね、これあのちょ落としていこうよって。ポロッと1000万みたいなやつをポロッと落として、それでまあおろたえてるんですよ。いやもらっといてって言って思い出した。そう偽の小切手、おもちゃの小切手。よくできてるんですよ。でも、本物に限りなく近く、本当に悪ガキできたからね。そんなことばっかりやってましたね。でも岡山といえばね、僕ら思い出すのはあのホテルで裸のおっしゃる。こんな昼の時間にこんなこと言っちゃいけないですね。私たちは昼に呼んだのを後悔しますから。じゃあのこうギリギリなところでこういろいろ岡山のホテルですよ。あのコンサート終わって食事して夜中の12時1時ぐらいですよね。エスカレーターでこう上がっていったんです。いや階段なんで、階段なんで、階段か、階段上がっていったフロントの方に行ったら、あのフロントに裸のおっしゃる。
観葉植物が一本ある、一本フロントの横に、ね、でそれをの横にその後ろになんかね手がこう見えるわけじゃん、フロントをこう手振ってるのが、はい、フロントで観葉植物、植物の向こうの手が出てるあれなんだろうなんだろうと思ったらこうやって上がってみるとおじさんが鏡ながらフロントにこうやって真っ裸で手振ってるわけですよ一応隠れてはいたんですよ、ね、一応観葉植物に、まあいいですよね、まあ、そういうことあったと。ただその方はどんな気分でエレベーター一人乗ったんだろうと降りてくるときに。そうです、ね、いや違う、岡山の人のファッションはそうなのかなと思う。違うな、あんまりにも衝撃的な出来事に今これが流行ってるのかなと思いそうになってしまった。すっぱらかですよ。まあまあ何か事情が終わりになったことでしょうが、なんか事情があったと思うんですよね、僕らはもうそれ忘れられないわけですよラジオ番組やってる時にそうだあのホテルであの事実をもう一回確かめようと、でホテルに電話したわけです、岡山のホテルにそういうことがありましたねと、いや多分私どもの記憶ではそういうことございませんそんなわけないじゃないですか。裸のおっさんがエレベーターの前で観葉植物が手振ってかがんでんですよ前鏡に。忘れるわけないじゃないですか。うちのことだと思ってる。持ち返しましたから。もし聞いた、マシュアラの電話いただければと思います。ビリビリでしたので、私です、はい。覚えてますしね、はい。あの私です。当事者の方もですか。はいデビュー当時の忘れられない出来事、すごい話が出てきてしまいましたね。岡山ってそうですわ。ねえ、すごい記憶、印象とともにあるんですね、岡山のイメージは。デビューした79年当時って、どれぐらい先を見越して。これは本当にね、3年ぐらい、まずはやろうと。うん、3年後っていうのは、もう、とりあえずほら、続けたいんだけれども、現実を考えるとそんな続くもんじゃないし、ということで、とりあえず東京出てきて、まあ、2人で3年間やろうと、って話をしましたね。それが25年、そうです。じゃあご自身としてもまさかここまでっていう感じなんですかね。ただね、矛盾してるんですけど、3年やりながらやろうと思いながら、なんか自分がそのうちこう歌を歌ってないという姿が想像できなかった時期もそれからね、デビュー年なのね、もうこれあれなんですよね、もうおしゃれですよね、あの1曲はまずヒット曲出るだろうっていう思いがなんかそう信じてましたね。それが3枚目で来たわけですからね。そうなんですよ、2曲目へこみましたからね。やったね。マリノカーでね、マリノカーでやったね、もういろんなことを時代に先駆けてしてらっしゃいます。例えば代々木国立競技場で、持ち上げやすが始めてたし、東南アジアでのツアーっていうのも今でこそいろんな方が行かれてますけれども、やっぱり当時としては画期的なことだったと思うし、コンサートのスタイル、その映画に始まり映画に終わってアンコールなしっていう形もそうだと思うんですけど、やっぱり誰もやっていないことをやっていこうっていうお二人の強い意志があったんですかね。どうなんでしょうね、皆さんそうだと思うんですけどね、自分たちのもの、自分たちのキャラクター、これイメージされるもの、そういうものをね、そこを考えると思うんですよ、どう裏切ってどう答えていくかっていう。そう、まあでも最近はね、まあそんなものってもそうそう出てくるものもないしあんまりそこにこだわらなくなりましたね。年を追うと共に重ねるとともに、だからスタイルだもん、2人でいるのがスタイルで、新しいことは、とりあえず自分たちがやってないことは新しいことなんだけれども、別に新しい、そのやってないことが、自分たちをこう引っ張っていくものは何もないと、得意なことだけやっていこうっていうね。じゃあ今はすごい何年も先を見てっていうよりも、今の自分たちを楽しんでそれを音にしてっていう。明日のことがわからないですからね確かに新しいファンができ続けているのがチャゲ&アスカの本当にすごいところだなと思うんですけれども、それに関してはどんな風にお感じになってますか。いや、街でちゃんと声かけながらですからね。ティッシュ配りながらね、来てね、なってください。10代から。渋谷駅は結構行けるんですよ。でもね、なんかこう、今親子で来てらっしゃる方とかね。そうですよ、昨日もたくさん。微笑ましいですよね。で、なんかこう、ステージ上からこうやって見えるじゃないですか、ライトが。で、なんか、楽しんでもらってるなっていうのが、それが分かってる時点で、あ、もう。
今日のコンサートはいいな、いいコンサートになるなっていうのがね、分かりますからね。これお母さんやお父さんが聴いてた曲をね、それこそデビュー当時の曲をそのまま子供さんたちが自然に聴いて育って、で、チャゲアンダスカのコンサートに2人、3人一緒に家族で足を運んでっていうようなことも、これからもきっとずっとあるんでしょうね。日本の音楽ね、そうなりますよ。これから。なんかの自分たちはとりあえず長くやってるからっていうことじゃなくて、うん、まあ、それまで音楽ってどっちかっていうとほら若者のものだっていう、うん、なんとなくそのあったでしょ、はい、それがやっぱなんていうかミュージシャンのなんか音楽やる年齢がどんどん上がってきて、うん、それと同時に世の中もとりあえずそういう、まあ、ロックであったらそれも聞くようになってるし、うん、そうなるとこれからもやっぱり全然平気ですよね、うん、もう音楽やっぱずっと OK だっていう気になってますね、うんうん、きっとそれを牽引していくのがチャゲアンダースカなのかな。いや、矢沢永吉さんだって。うまい、ね、うまいな、ね、飯食い行こう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 よ。25周年を記念した3回ぐらい言われてるんですけどね。あ、そうなんですか。なかなかスケジュールが完全限定ボックスが6月23日第1弾としてねリリースになりました。 25th Anniversary Box 1ということで、これは、80年から85年までのオリジナルアルバム7枚をリマスター収録、うん、ということなんですけれども、これ第2弾第3弾、はい、そうなんですよ。これはそうね、ジャケットジャケットそれなりにすごくこう凝るんですよね。凝るっても自分たちでこうしたいなこうしたいなってことで、でも CD になった時っていうのはなんかほらやっぱりタイトルが字がちっちゃかったりとか、うん、なかなかもうできなくなってたんですけど、今回はね、はい、ディスク版に全部、はい、ジャケットが全部印刷されてる。はい、今ここにあるんですけどね、一つのアートになって。そうですよ、すごい、すごいですね、これね。しかも音かかる、出るんですよ、これ。当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。そうですよ、音もちゃんと歌も入ってるんですよ。はい。手に入れて、第2弾、第3弾待ってる方も多いと思いますが、セカンドアルバムの熱風が、今回、夏に ねお台場で行われるヤバイライブのコンサートタイトルになりました。そうです、はい、熱風コンサート。セカンドアルバムのタイトルを今回付けられたのは、うん、ファーストアルバムのタイトルのコンサートがなかったからです。これね、だから、前ってなかったんですね。デビューして2回目のツアーなんですよ。はい、全国ツアー。でね、当時60本ぐらいだった。60本ね、最後、やっぱこれ画期的なんです、当時。その60本の全国ツアーをやるっていう。まあ、俺、できるのかなと思って、まだほら、アマチュアとプロのなんか、この辺行ったり来たりしてる時代ですから、うん、それがやっぱプロというもの、意識をガンッと植え付けられたツアーでしたから。このコンサートの直前になるんですかね、バンリーの川。そうなんですよ。だから最初の旅立ちコンサートっていうのが、はい、それがおそらく17本ぐらいじゃなかったと思うんですよね。その後にまあ、アルバムを作って、でもファーストアルバムってほらアマチュアの時から作ってる楽曲もあるので、うん、そうするとこのセカンドアルバムになると、うん、放出しちゃってる手前何もなくなるんです、うん、まあまあそれでも、延べ先が何曲か入ってますけどね、うん、その時のね恐怖感ってのは確かにありましたよね、うん、これから自分たちが作った後作り出すもので世の中どうこっちを振り向いてくれるかなっていう、うん、でしかもそれで今度60本のコンサートをやるわけでしょ、うんうん、これだからスタッフは今から考えるとね、うん、よくやってくれたと思いますよ。冒険だったと思いますよ。で、直前にもう、まあ、コンサートのね、チケット、うん、いや、やっぱ、なかなか厳しいなって話聞こえてくるわけですよ。うん、で、その直前ですよ。バリンの川が出て、ドーッて全国に広がったのが、ラッキーだったんですね。たくさんあるアルバムの中でも、チャギアンダースカのお二人にとってもとても思い入れの深い、アルバムの一枚であることは間違いないということなんでしょうかね、うんうん、夏のねお台場にお出かけになる方も岡山からも多いと思いますけれども、ではそのアルバムのタイトルとかということになります。曲紹介お願いします。熱風です。8月の熱風コンサート楽しみにしていますって岡山の安井ちゃんからもいただいてるんですけれども、ね、セカンドアルバムのタイトルトラックになりますね。お送りしました。これもボックスセットの中にもちろん入ってますからね、ぜひ皆さん、7月28日がボリューム2、8月25日がボリューム3リリースということで全部揃えて、そして倉敷のライブに臨むという感じでしょうか。そうですね、はい、はい、
ジャギー&アスカコンサートツアー2004-25 12月まで続きますが、岡山の発表をお願いいたします。はい、9月の17、18、はい、どうですか、倉敷市民会館で出演してあります。いい曜日にありがとうございます。金土はね、やっぱり嬉しいなと思うんですけれども、本当に入手困難なチャレンバスカのコンサートチケット、ということでここで大発表です。 FM 岡山は、7月9日金曜日、VV アミューズメントボックスの中でチャゲアンダースカの倉敷ライブの先行予約スーパーリザーブシートを行いますので、ぜひここであのすっごい激戦になると思うので、ちょっとエールをアスカさんから一言。激戦になりますよね。なりますよ。で20席でしょ。会場が50人ぐらいなんでしょ。かなりリアなライブですよね。もう楽屋でありますか。楽屋いいな。楽屋ライブ。あ、一回やってる、ね。いいですね。でもスタッフばっかだもん。30周年ぐらいでいかがですか、楽屋ライブ。ね、ぜひ皆さん7月9日金曜日、ブービーアミューズメントボックス、チェックしていただきたいと思いますけれどもね。たくさんいただいてるんですよね、ファックスをね。うん、コンサート、こんなところを見るといいよっていうところはありますかっていただいたのは、あらあら、どこに行っちゃうかな、いっぱいいっぱい。あ、でももうあの全て見ていただければ、全て、うん、楽しめますから、皆さんいっぱい来てくれるんでしょうね。ゆきこちゃんもね、昨日も言ってましたけれども、これからも体に気をつけて頑張ってくださいっていただいておりますしね、はい、岡山のあきこちゃん、それからめぐみちゃん、ほかほかたくさんいただいておりますけれども、8月25日のデビュー記念日には2年半ぶりのニューシングルもリリースになるということで、2年半ぶりですね。2年半ぶりですね。もうツアーで披露されてるんですよね。ありがとうございます。はい、はい、人じゃ聞いたいという方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、今回は記念すべきシングルということでもあるのではないかと思いますが、そういうふうに持っていったんでしょうね、スタッフのことね。8月以上、そうですよね。ドンピシャですからね。そうですよ。うん、お二人的にはあまりそんなに。そんなことない。8月以上、じゃ休もうって言ったんですよ。何もしないで。ゆっくりだ、ゆっくりと。でも、発売日になり、はい、ちょっと休めそうにはないという感じでしょうか。これからのチャゲ&アスカーなんですけれども、まあ、この8月25日の、ニューシングル36度線を機に、26年目に突入ということになりますけれども、うん、どんな感じでやっていきたいなと今お考えでいらっしゃいますか。なんでしょうね、あのやっぱりそれなりに何年後ってのは考えていかなきゃいけないんでしょうけどね、はい、あの漠然とイメージみたいなのあったりするんだけど、これどういうふうにそこに向かって進んでいいかなんてのはよくわからないので、とりあえずあの、まあ、お互いがもうあの自分の作る楽曲に、うん、まあ、責任を持っていい曲を、ね、制作していくという、うんうん、それだけですね。チェケさんいかがですか。いや、もうとりあえずこのツアーは無事成功することと、それからもう今後はまたチャゲアンダースカーというものをどういうふうに表現していくかっていうのを、やっぱりこれはお客さんと僕らの戦いがまた始まる、うん、戦いですか。うん、戦いです。いい意味だよね。うん、もうぜひその戦いは、ね、生のステージでも存分にとも、うん、本当に素晴らしいステージですよね。アンコールはないけれども、アンコール税込みでね、税込みで入ってますから、はい、ね、すごく、なんて言うんだろう、長く全然感じないし、だからといって、短いと感じるわけではなく、すごく満足、あー、よかったって思えるライブステージなんですよね、チャゲ&アスカ。なので、ぜひ皆さん、岡山で、ね、まだ見たことないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、倉敷市民会館で9月17日18日ありますので、 2days ぜひスーパーリザーブシートでもチケットゲットして、お二人の生の音楽を聴きに行っていただきたいと思います。岡山にも引き続きぜひぜひまたいっぱい来ていただいて、はい、番組にも遊びに来ていただけると嬉しいなと思いますので、はい、今日は本当にありがとうございました。では最後は、倉敷ライブでも聴きたいこの曲を、曲紹介をお願いいたします。いや今日はチャゲ&アスカのお二人に生登場していただきました。どうもありがとうございました。